レッドソックス、吉田正隆ツーベースヒットで4試合連続ヒット。大リーグ、レッドソックスの吉田正隆選手は20日のパドレス戦でツーベースヒットを1本打って4試合連続ヒットをマークしました。 吉田選手は相手の本拠地サンディエゴで行われたパドレス戦に2番指名打者で先発出場し1回の第1打席にライトフェンスに当たるツーベースヒットを打って4試合連続ヒットをマークしました2回の第2打席は空振りの三振でしたが 振り逃げで出塁し、4回の第3打席は、ワンアウト一塁二塁から、セカンドゴロに倒れ、一塁ランナーがセカンドでアウトになったため、吉田選手が一塁に残り、この後二塁へ、今シーズン三つ目の投塁を決めました。7回の第4打席は、ショートゴロ、9回の第5打席は、サードへのファウルフライに倒れ、吉田選手はこの試合、五打数一安打で、打率は二割九分五厘に下がりました。 レッドソックスは4対2で勝って4連勝です。カーディナルスのラーズ・ムートバー選手は本拠地セントルイスで行われたドジャース戦に1番センターで先発出場し、第1打席はセンターライナー、2回の第2打席はワンアウト3塁からセンターへ犠牲フライを打ち、2試合ぶりの打点をマークしました。 この後の打席は、ファーストゴロと空振りの三振で、この試合は3打数ノーヒット1打点で、打率は2割6分7厘に下がりました。試合はカーディナルスが6対5で競り勝ちました。 カブスの鈴木誠也選手は相手の本拠地フィラデルフィアで行われたフィリーズ戦に4番ライトで先発出場し第1打席で見逃しの三振第2打席はレフトフライ第3打席も見逃しの三振に倒れこの後6回の守備にはつかずにベンチに退きました鈴木選手は3打数ノーヒットで連続試合ヒットは3で止まり打率は2割8分6厘になりました 試合はカブスが3対12で大敗しました。